日本香川県高松市高松市の町、あざ高松市の町、字は香川県高松市の町邸及び大あざについての項目である。高松市内の行政地名は2006年1月10日時点で182町、存在する。市所、出張所といった市役所の出先期間管内に属さない本町、直轄地域を対象としている。なお、昭和時代初期までの地域を指す。 旧市内の概念よりも若干広い範囲を対象としている。なお住居表示項におけるは一つの町長内で導入地域と非導入地域が混在していることを示す。中心部以外の町日の都であり、この地域の町定はそれぞれ市所もしくは出張所、いずれかの管内に属している。市所管内の区域を地域。 出張所管内もしくは昭和の大合併までの区域を地区としている。なお、住居表示は、郊外部では一切導入されていないため一覧からは省略している。高松市中心部では、戦災復興と地区核整理事業の施行と住居表示の実施によって、1958年から1970年にかけて町名が大幅に変更された。以下は、 その直前における町名の一覧である。なお、太地の町が1970年までに、車体がその後消滅した町である。高松市中心部における、終戦時点の町名中心部以外の地域については、木梨町以外の変化がないため省略している。ありがとうございます。